こんにちは、アフラーです、今週はヒューマンビートボックスを、なんとここニューヨークからお送りしたいんですけども、今日はアポロシアターから行きたいと思います。よろしく。これのコツはですね、その唇の周りにちょっと筋肉があるんですけども、そこにちょっと集中して、まあ、ブーという感じと、あと喉がうーっていう同時にやると、こんな感じです。じゃあそれでは一緒にやってみましょう。それです。ちょっと応用で、例えばもっと硬い短い、電子音チックなもの、これはポッっていう感じと、なんだろうな、ホッっていう感じを一緒に言うような、声は出さないようにここ注意点ですね。息だけで、あくまで。コツはですね、口の、特にこの唇の周りの力、筋肉を、なんだろうな、こうちっちゃく息を出す気持ちで、この筋肉を使って、あと唇のここの部分ですね、ここを、ここは力抜く、ここは力入れて、こっちは力抜く、こっち入れて力抜く、じゃあブルルの一番。それでは一緒に、じゃあに、今の2種類を違うように聞き分けると、な感じです。それでは明日は、スネアです。スネアの特訓を明日しましょう。それではまた場所を変えて、ピース。マイドアフラです。今日はなんと、あのクイーンズから、とある工場の上から、マンハッタンを望んでるんですけども、ここからお届けしたいんです。なんとこの景色です。スネアを今日は勉強するんですけども、この気持ちよく、このニューヨークの中でこうやってる気分でレッスン行ってみましょう。一つ目、これです。これはあのプーとシュプシュって言ってる感じの、まあ無声ですね、声を出さずに、プシ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 、まあ腹から出さずに口に溜めた息で、こんな感じです。あともう一つやるんですが、これはスーンですね。まあカーに近いですね。カーとキャーを混ぜたら、奥でどうぞ、こうこんな感じです。あ、まあ、これが、まあ、履いてるやつなんですけど、これを逆に吸うと、こんな感じです。まあゆっくり練習してください。これからですね。明日は、ハイハットやってみましょう。もうアップ、もうアップ、もうアップ、アップ、毎度アフラでございます。今日は水曜日、今週はヒューマンビートボックスレッスンをやってるんですけど、今日はここ
クイーンズにあるファンファクトリーというグラフィティ工場に来ております。まあ多分パンとか焼いてるんですけど、いい匂いが漂ってきてますが、関係なく外はグラフィティです。で今日はここからハイハット、3日目のハイハットをやりたいと思います。それでは今日も頑張って張り切っていってみましょう。ハイハットこんな感じ。まあやり方としてのポイントは、下、この下ありますよね。下を前歯の前歯にこうですね、つけます。そしてツッと発音するとツッ、こうですね。むしろ息でこれがポイントです。でもう一つのパターン、こんなんがあります。下を、その下先を、口の中のてっぺんにつけるんですね。ちょっと音が硬くなるんで、この2種類を覚えていただきたいと思います。いってみましょう。もう一つ、この3日間で習った、キックスネアハイハットを、使ってちょっとやってみましょう。こんな感じです。さて今日は、ハイハットだったんですけども、いかがだったでしょうか。この3日間キックスネアハイハット、そして最終回の明日、明日はですねベース、このベースを使って曲に、トラックにビートにちょっとノリをつけていくような、まずそうですね第一歩なんで、ベースも頑張ってみましょう。そんな感じで明日もよろしく。ベース、こんにちは、アフラです。ここニューヨークマンハッタン、ちょうど真ん中、ど真ん中、タイムズスクエアに来てます。しかも MTV ニューヨーク本社もあって、ここから今日はビートボックスレッスンをお届けしたいと思います。では行きましょう。さて、第4回目最終回、最後は、ここに、ベースですね、グルーヴを出すためのベースを、やりたいと思います。まずはこんな感じですね。これは鼻の奥で、だいたいここら辺かな、鼻のここら辺で、のちょっとこう力んで、ちょっと震わす感じですね。ここ、これはかなり難しいです。今涙目です。チクチクする感じなんですけど、ちょっと力んで、喉の奥でビブラート、こんな感じです。コツはですね、まあ息は吐いてる、鼻で吐く感じで、そうゆっくり息を鼻で吐いて、その自分でできるだけ思う分、低いと思う分バチッと出す感じですね。今回4回目の全部のおさらいをしたいんですけども、第1回目の聞くは覚えてるでしょうか。これですね。そして、スネア、またはこんな感じですね。そして、第3回でやった、ハイハット、これを、そして今日やった4つを合わせるとこんな感じです。
今からちょっと道端でヒマビートボックスやってどんなリアクションが返ってくるか、試してみたいと思います。じゃあ行ってみましょうか。 This is MTV Japan. Yeah, man. Can you beatbox? I can run, man. Yeah, you can. He can run. I can run, man. What you want me to do this for Japan? Just, you want to shout out? No, I want to run for Japan. Okay. How the beatbox? Beatbox? You want me to beatbox? Yeah. That's all I got to do? Yeah. All right, let me know when I'm live on Japanese MTV. All right, what you want me to beatbox? Beatbox, anything. All right, hold on. That's it. All right, that's good. Thanks. All right, y'all, I want some shorties from Japan to come see me. All right, man, peace. Oh, that stuff. No, we don't do that stuff. No? Say hi to the camera. They're shy, though. Yeah, they're shy. He like to do it. You want to do it? Yeah, do it. What's your name? What's your name? Connor. Hold it. And beatbox. Go ahead, beatbox. I can't. So we should do it together. No. Dan. No. No, you do it. Yeah, I do. Okay, just. こんな感じで、4日間ニューヨークから、4日間にわたってビートボックス講座をお送りしました。みんなどんな感じでできたでしょうか。最初はもうほんまにちょっとね、慣れるまでが大変なんですけど、まあ、一応毎日やってれば確実出てくるんで、あとそうですね、もう毎日やることを忘れず、あとは楽しむだけですね。大事なのはもうエンジョイ、この一言です。そんな感じでまたどっかで会いましょう。ベイズ。